でですね、同じ大阪桐蔭つながりなんですけど、平田選手が、まあ、長年、ね、ドラゴンズのために頑張ってくれたと思うんですけど、平田もね、FA して、近畿に残ったよね、そうですよね、大型、あそうですね、大型契約して、はい、あれからおかしいんだよね、なんか、病気もあったしね。はい、まあね、平田もいろいろなこの報道されて、そのね、なんていうの、そのちゃんとこう引退をこうセレブにしてくれたら、花道を送ってくれたら、僕はドラゴンズで終わってたって、まあ、あれ彼が本当に言ったかどうかっていうのは、まあ、定かじゃないんだけど、はい、これは平田が差し引きするって言ったら、それは球団やるよな、それぐらいは。まあそうですよね、だからそのまあ僕の聞いた情報出るわこれはすいません、まあそのなんていうか球団もそれなりのことはね絶対やるはずだね、ですけど、うん、でもこれはまあ、いろんな先輩平野健さんもね、今こう、うん、コメントしてましたけど、一番はセレモニーとか引退のその場の例えばああいう挨拶とかっていうのは好意、うん、なんですよ球団の、うんうん、で球団がやっぱりこいつはドラゴンズにこの球団にこう多大なる貢献をしてくれた、だからまあこういう機会を作ろうっていうことでやるんで、これは選手がどうこういうことではないと思うんですよ、正直な話、うん、だからそういう部分に関してちょっと平田がそこのことに関しては、まあ、正直ピントがずれてるなって僕も思います。これやっぱりドラゴンズの好意な話なので、うん、平田はそこは黙って、うん、次のステップにね、ドラゴンズそれだけ好きなら恩返ししたいなら他球団で、うん、どっかでユニフォーム着てドラゴンズ戦に打って恩返ししないといけない。だからね、これはね、皆さんに言っておきたいんですけど、はい、あいつ悪いやつじゃないですよ、はい、ただちょっとそういう自分の世界に入った時にこう言葉が足りなくなっちゃって、なるほど、だからね、あいつ本当にね、根はいいやつなんで、そういうとこではドラゴンズファンの人も、はい、この平田がね、現役続けてどっかでやるんだったら応援してやってほしいな。あ、もうすごい、まあ、すごい、まあ、うん、まあ、だからそこは謙虚にいかないと、はい、もう給料なんて一つも文句言っちゃいけないし、うん、まあね、これから平田もまだまだ若いしさ、そうですよね、17年ぐらいって言ってましたね、うん、35歳ぐらいまだまだ、まあまだ、うん、いけると思うから、まあそういうところでドラゴンズもいろいろあったシーズンだけど、うん、うん、6位じゃいかんわね。まあでもその中でもね、まあ岡林、まあ明るいニュースは、はい、岡林選手の最短打、高橋宏斗、はい、あと後ろの2人の外国人、そうですね、すごかったですね、うん、岡林がやっぱりね、はい、オープン戦からほとんどフル出場だもんね。そうですね、守備もなかなか強肩で、最後のファインプレーすごかったですけど、守備もね、上手じゃなかったのよ。あ、そうなんですか。全然上手じゃなくて危なっかしかったけど、どんどんこう上達していったし、うん、バッティングも初め開幕してよくて下がって、はい、またちょっと上げて、はい、でここで下がっちゃって、はい、ああもうダメかなと思ったらあいつ上げてきたからね。すごいですよね。これが彼のその最多安打なんだけど、最後バタバタと打ってない、はい、うん、4安打4安打ね、形で勝負強いですよね、うん、最多安打だからね、ちょっと楽しみが、うん、そうですね、これからやっぱりその最後にはね、今年大島も頑張ってくれたけど、はい、最後の大島の肩叩くのは岡林ですよ。先輩、ご苦労さんでした。うわすごい。僕はもう大島さんの後継ぎますからって、だからそれはすごいですね、うん、大島の肩叩くのは岡林だと。ファンはその日をまた、まあ大島選手はもちろん頑張ってもらえるんですけど、ね、頑張ってるけど、もう今年も3割1分ってね、最後、首位打者争いしたけど、でも最後に高畑たたくのは岡林。うわーすごい。大島もコロナもあったし、デッドボールもあったから、まあ、デッドボールちょっと遅れちゃったもんね、はい、そうですね、膝当たって、さすがやっぱいい
打者ですね、うん、まあよう頑張ってますよね。まあでもその岡林がねあれで活躍して後ろの3割で行った、はい、じゃあなぜドラゴンズがあれだけ打てないかと。だってあんだけ3割バッターね最多安打いながらっていうとやっぱり点を取る中軸の主役ですよね、はい、主役がいない。まあドラマでいうね脇役だけでドラマを制作してるっていうところですけど、まあそれにいい加減気づかなかったね。ちょっとまあビシエド選手もね、まあ、後半盛り返しましたけど、まあだけど2割9分4人ぐらいで終わってるんですけど、14本と打点が60ぐらいです。これではちょっとね倍は欲しいもんね。そうですね、やっぱりまあ4番打ちながらホームランなくてもやっぱり打点80以上ってほしい。まあ、ちょっとお二人から見てですね、来年のまあちょっと気が早いですけど、ドラゴンズがね、あの A クラス抜けていくためにはどういうところなんですかね。まあ京田選手とか石川選手がいろんな、まあこれからいると思うんですけど、守備位置の問題もあると思うんですけども、どうですか。やっぱり一人外国人欲しいね。なんかね、それも噂では一人取るっていう噂を聞いてるんですけど、まあこれも定かじゃないんですけど、あ、まあ、まあ外国人はね、宝石と一緒でね、うん、当たりはずあるんだけど、うん、やっぱり一発そう打てるね、欲しいね。やっぱヤクルトがあの村上選手がね56号行きましたけど、あの外国人の後ろの5番6番の強さとかもあったのかなと思いながら、例えばさ、ヤクルトがあの、まあ、去年も優勝して、オスナと、誰だっけ、あの、オスナともう一人の年取るって名前がすごい外国人がいっぱいそこで野球、解説者何やってるんだって思われるけど、そうそうそう彼ら二人って、そんなとてつもない成績出してないのよ、はい。だけど、まあ、コンスタントに打ってくれたっていうのが大きいんだけど、はい、まあ、それをドラゴンズはやっぱりビシエドがだけじゃないっていうところをね、そうですね、一人補強してほしいね。サンタナ選手ですね。サンタナ選手のそうそう、ね、そんなリーズは残してないんですよね。だからやっぱドラゴンズが一人、まあそのね、レビーラとか取ってきたけど、はいはい、まだちょっと時間かかるし、はい、ガルシアでしたっけ、はい、もう取ったけど、まだちょっとね、時間かかるので、もう本当にね、バリバリ一人取ってきてほしいですね。なんかピッチャーを見る目、すごいありません、なんかあの、ピッチャーはが頑張ってるんだけど、外国人のピッチャーとか、みんなキューバだろ、キューバそうなんですよ、その、まあ、いろいろやっぱりね、大人の事情っていうのがあって、ね、うん、キューバの政府とね、ドラゴンズが、球団がやっぱりこう、友好関係っていうので、今、キューバの選手ばっかりなんですよね。だけど、もうそんなこと言ってられないよね、やっぱり球団ももっとお金使わんとダメだよね。質のいい、まあ、やっぱり、質のいいのとってもらって、そういう部分では、ドラゴンズは一つね、その大砲を、まあ、例えば、まあ、レフトだな、レフト、新外国人、センター、はい、本当は岡林も逃したいんだけど、まあ、大島、まあ、ここは多分あると思うんですけど、はい、サードに怪我のあれば石川昂弥、石川選手で、ショートが、まあ、今の現時点では、まあ、今は土田選手がね、まあ、一応頭になってくるけど、まあ、土田もねそんなあんまないぞっていうところを、はい、見せなきゃいけないから、ね、小田がね、ちょっと意地を見せるのかもね、そこの戦いですね。そうですね、だからそういう部分ではいい打線組めるんだけどね、はい、でもまあでも悩み事になったらいくらでも代打のキルがなんかいないよね今ね。あと周平もそうだもんね。周平もあのバッティングでちょっときついよ、ね、どうですかそこら辺は。ちょっと試し周平、はい、周平強打だよね、もうこれセットですよね、うん、ドラゴンズのも大いなる課題なんですけど、やっぱセットなんですか。まあ一番はまあ監督に怒られるかもしれないけど、田澤監督が見てるかもしれないけど、まあ何も言わん方がいい、うん、もうほっとけいい、もう全てほっといて自己責任で、あの二人はやって、でまああのどっちかっていうと監督すごい教えたがるじゃん、はい、いつもテレビ見てたりなんかして教えたがるから、もうほっとけいい、やっぱ監督の言葉って絶対だから、うん、でコーチが言われたこと
と違うこと同じこと言っててもなんかニュアンスが変わると選手って迷っちゃう、絶対監督のやることや、監督のことが間違ってるっていうことじゃなくて、そうじゃなくてもうコーチとにもう全部任せて、だから監督に来年2023年は立浪監督は何も言わずにベンチにいるという、あとあの要所でボンと一つ言葉を出すっていうのがいいと思うしね、まあ、彼も立浪監督もやはりこういるだけで雰囲気のある人間だから、うん、そういう部分に関してはもうあの京田と周辺には何も言わないっていうのがいいと思う、うん、なるほど、これまたちょっとファンにとってはダメになるんですよ、あと、ね、中村のりがファン打っちゃってね、二軍のね、コーチに、来年、今度和田が入るって言うんだけど、ベンちゃんね、ベンちゃん1年でそんなの変わるってのもちょっとみっともないかな、まあね、やっぱり、まあ、ことの発端はそこだよね、まあ、論がありますけど、まあ、あの監督はいやいや全然そんなあのただの配置転換ですよ、いやそんなわけないでしょって、うん、それは分かるじゃない、何かやっぱりあの合わなかったっていうところがあると思うので、まあ、その辺もしっかりね、あの、まあ、もうコーチ変わらないみたいですね、なんかもう話では、うん、もうベンチャー入って、はい、でそれで、まあ、ほぼ変わらないようなことも僕は聞いてるので、まあ、そうなると固まってくる、まあ、春とベンちゃんが下角だけだね、そうですね、うん、まあ、だから、まあ、ノリの打ち方もあれ独特だからね、うん、ノリのバッティング指導って手なんですよ、うん、ハンドで打つって言うんだけど、でもその一つ間違えちゃいけないのは中村ノリは天才ですから、あいつは、うん、手のハンドリングはもうこれ球界でも本当に何過去の歴史の中でも長村通りのバッティングのあのハンドリングって、はい、もう5本の指に入るぐらいのこうハンドリングの上手さがある、うん、そういう感じだもんね、こういう感じでその感覚をやっぱり選手に一緒っていうとちょっとどんなもんかな、確かに、で他の選手できないもんね、できない、あれは、うん、やっぱり足から、うん、あの使っていかないと自分のを押し付けてもできないんだよね、だから個々に個性、ね、ポテンシャル全部選手が違うんで、うん、全部が自分の形にはめるっていうのはこれは僕はコーチとしては僕は NG だと思う、やっぱ人のそれぞれによって、うん、前はこうだよこうだよこうだよっていうアドバイスができると、だから右のこう右バッターのコーチ出身の左バッターのコーチが今いるわけで、はい、森野と、はい、来年はベンチャーでやるんだよ、はい、だそういうところで、だ正直ねバッティングコーチって全体的にそう言うけども右バッターに左バッターの気持ちなんて分かんない確かにそれが分かるのは知った派ですよ、ここでしたら、うん、どっちかっていうと左ってすごいハンドリングとあの何その、はい、やっぱり打つ時にファーストに走って打つっていう感覚が右にはないから、はい、だから全然違いますよね、根本、うん、やっぱりそのなんていうのバッティングっていうここじゃなくてやっぱりね、はい、右左だってピッチャーだもんね、まあ、そうですよね、右ピッチャー、左ピッチャー、で小松さんいつも言ってます、左ピッチャー変態だっていつも言ってます変人だっつって野口さん変態だ、野口なんか変人じゃない野口、山本が変人ですよ岩瀬さんはどうなんですか、あー変態だよ、変わってるもう人としてはいいですけど、みんな変わってます、うん、そういう部分ではなんか一つね、ちょっとネジが取れたような感じのところありますか、左チャンネル登録とグッドボタンお願いします、何だっけ、チャンネル登録いいやろ、いや、行った方がいいですよ、絶対ダメです、これはこう言わないとみんな押さないんですよ、チャンネル登録と高評価お願いしますみたいな感じで噛むからな、すぐいい、何回言ってもいいですから、チャンネル登録と高評価お願いします、チャンネル登録と高評価お願いします、あ、最高です、 OK、これ言わないとみんなしてくれないんですよ、黙ってやったと伸びないです、でもこれ言わないと、